やつさ、できないの？あ、コメントは見えた。もうコメントは見えた。自己紹介します。アクアノートの主流担当中学3年生14歳ジュリリンことスタバジュリです。よろしくお願いします。テロップあったよ。テロップ？何テロップって。テロップって何？ちょっと待って、大丈夫？まだ時間はある。ちょっと待って、上に入る文字、上に入るさ、このそのテロップってさ、どうやってやるの？もうなんか、やもう遅いみたいな。とりあえずアイデアで流しとく。なんかめっちゃ雑音なんだけど大丈夫そう？めっちゃ雑音だけど大丈夫そう？テロップのボタン？おお、何が3位？何が3位？どういうこと？ねえ、助けて、誰か誰か助けて。まあいいや、テロップはいいや、もう諦めた。 BGM でかい？それな、めっちゃ久しぶりなんだけど、ショールーム。もう怖い。もうインスタライブしかちょっとしてなかったからめっちゃ怖いんだけど。1位目指そう。今3位ってこと？今流れてる曲は愛だよねっていう、5月26日にメジャーファーストシングルの愛だよねの曲です。 MV YouTube にあるので見てね。なんかみんながさ、そのさ、なんかあのアイテム投げてくれるじゃん。それってどうやって見んの？それって待って、富樫さん、ハートいっぱいありがとうございます。ありがとう。木の国の山田さん、ありがとうございます。クローバー、今待って、ちょっと待って、もう一回やり直そう。一言言いたいんだ。富樫さん、富樫さんのハートありがとうございます。いつもあのリプとか会いに来てくれて、仕事忙しいのに会いに来てくれてありがとうございます。木の国の山田さん、学校忙しいのにいつも会いに来てくれてありがとうございます。ニーケッチ星いっぱいありがとうございます。ニーケッチ、昨日のチキ楽しかったです。いつも楽しいけど昨日めっちゃ楽しかったです。みなこんさん、ありがとうございます。パックあの使いました、ありがとうございます。あれ北海道限定なの？ゆたかさん、ハートいっぱいありがとうございます。この前初めてのチッキー来てくれて嬉しかったです。ナシオさん、ありがとうございます。アリサ推しの方ですよね。ありがとうございます。豊さんもありがとうございます。トーノさんもありがとうございます。昨日はちょっとチッキー取りすぎたけどありがとうございます。ヒロさん、ありがとうございます。ヒロってどのヒロだろう。ヒロロン、ありがとうございます。ヤーナイさん、ありがとうございます。昨日も来てくれてありがとうございます。また可愛い写真撮ってください。ヒマジンさん、忙しい人ありがとうございます。
この前久しぶりに会えて嬉しかったです。ギリギリさんありがとうございます。いっぱい。サブローさん久しぶりに、久しぶりじゃないけど、全然会えてないけど、たまに会いに来てください。ありがとうございます。富樫さん、クマありがとうございます。だしおさん、だるまだっけ、だるまありがとうございます。フッシーソフトクリームありがとうございます。みんなありがとう。フッシー待って、今なんて言った、ちょっと待って、どこやるの、ちょっと助けて誰か、ちょっと隣に来てほしいんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、あのゆっくりにしよう、ちょっと待ってちょっと待ってフッシー、ソフトクリームありがとうございます。昨日会いに来てくれて嬉しかったです。また来てね。クロさんありがとうございます。昨日これやってないから、1日1回これやろう。富樫さんありがとうございます。芝さんありがとうございます。はじめまして。ライブ映像流れちゃったぜ。リュウさんありがとうございます。たまに会いに来てくれて、昨日来てくれたかな、ありがとうございます。竹下氏ありがとうございます。いつも褒めてくれてありがとう。リュウさんいっぱいありがとう。ういたんありがとうございます。昨日一応150億年ぶりのチェキありがとうございました。むっくんありがとうございます。あ、だるま、むっくん待って、むっくんのだる、むっくんのだるまありがとうございます。いつもあのこれに感動しました、あのペンライトの。たかさんありがとうございます。まこさん、まこちゃんありがとう。ほしーありがとう。また会おうね。とのさんありがとう。待って、これさ読んで終わるじゃん。ちょっと待ってその前にね、うち話したいことがあった。この配信でアットジャムの出演順が決まります。無料のギフトもあるので皆さんぜひお願いします。ほらここに出てない、字だけかな。で今2位なのかな。2位だ。え、2位だ、すごい、ありがとうみんな、嬉しい。ちょっと待って今どこまで読んだ。まこちゃんいっぱい星ありがとう。とのさんありがとう。とがしさん食べて、どういうこと、ありがとう。しろさん昨日初めましてできた、ありがとうございます。ソフトクリーム。黒さん、黒なんとかなんとかさん、ハートありがとうございます。いっぱい。とがしさん最高、ありがとうございます。アットジャムメイン出てほしい、ジュリも出たい、みんな出させてくださいみんなコメントを送ってね。何分までやるの、だいたい1時間ぐらいかなって思ってます。2位だね。1位まであと52万6400、間違えた、52万6437、やばくない、え、それってやばいのかな、ショールーム初心者すぎて。マックのペコちゃんめっちゃ甘かった、え、それな、うち甘すぎてやばかった。美味しいか美味しくないかって聞かれたら美味しいって答えるかもしれないけど、ギリギリって感じ。お、すごいね、なんかこんなんできるんだね、ありがとうみんな。富樫さん食べて、ありがとうございます。てっちゃんありがとうございます。星また会いに来てね。きのくりの山田さん、クローバーみたいなやつありがとうございます。
スクショタイムするまで、あ、待って、スクショタイムするか分かんないけど、スクショタイムするまでスクショしないでね。実はすっぴんでございます。あ、リップだけ塗ったけど。甘いもの嫌いじゃないけど、なんか甘すぎるのは苦手。いや、みんなペコちゃん食べてみ、マックの。本当になんかもう甘すぎて、ちょっと普通の味覚の人には難しい。なんか甘党みたいな人ならいけるかもしれないけど、本当に甘い。うち久しぶりにあんな甘いの食べた。だってスタバも結構甘いじゃん。それより全然圧倒的に甘かった。待って、何流す。乙女心アクアマリン。どこからどこまで読んだか分かんないんだけど、ちょっと忘れちゃう。富樫さんありがとうございます。星むっくんさん花束ありがとうございます。富樫さんハートありがとうございます。めっちゃすごい、めっちゃ連覇すごい、ありがとう。スタバはキャラメルフラペチーノが好きです。ごめん、もうスクショしてた。絶対事故ってるからやめてください。お願いします。甘すぎるのは苦手な人。そうなんだ、うちも甘すぎるのは苦手かも。でも甘すぎるのそんな食べてこなかったけど、そのペコちゃんのやつは本当に甘かった。スピンが強すぎて草強い。でもなんか美白効果みたいなさ、ショールマにあるじゃん、あれつけた。ちょっと分かんなかったけど、つけたと思う。はい、せーの、ジュリのお家だよ。ジュリのお家ではない、ジュリのお部屋。ジュリは煽りしないの。アクアの恋くれ行くよ的な。え、でもたまに煽りするよね、ジュリ。アクアの恋くれ行くよはやりたくないかな。あれはももかちゃん担当だから。うん、アクアノートの好きな曲は、あの夏に愛だよね。でもなんか新曲って大体好きになる。あと雨だれのポルカも好きだし、あとアクアマリンはなんか多分オタクと、自分がオタクだったら見て、ライブ見てて、その何好きになる曲だと思うけど、自分がアイドル側でなんか踊ってると、なんか好きな曲には入らない。ちょっとあの忙しい曲っていう認知がある。この曲はね、全部YouTube 公式アクアノートの YouTube で聴けるので、ぜひみんな聴いてね。何回も。むっくんでいいよ、了解。こんばんは、はじめまして、スピンです。スピンっていうか、スピンではないかも。リップ塗った。家帰って、あの委員会だったから、家帰ってすぐに塾の宿題をやって、すぐに着替えて、すぐにリップだけ塗った。学校終わり。スピンだと思わなかった、マジで。いつもめっちゃ濃いけど、ジュリちゃんに事故とかない。確かに右下の星マークをタッチするとポイントが増えるんだね。分かった、ありがとう。多分そうだね、分かんないけど多分。猫さん今ね向こうにいる、まだ寝てると思う。笑った。新面2人込みでポルカやろうな。やりたいけどね、レッスンする時間があるのかなっていう。いい曲多いよね、めっちゃ楽曲いい。自分で言っちゃう。ジュリ委員長になったの。そう、ジュリ委員長になったの。なんかノリでなった。はじめまして、今日の晩ご飯何？なんだろう、今多分作ってる。お母さんなまってて草。乙女心アクアマリン
ジュリちゃんってどんな香りが好きとかある？うーん、あのチェリーブロッサムが最近好き。最近というか、あの自分なんかどんな匂いが好きとかあんまなかったけど、チェリーブロッサム嗅いでめっちゃ、あ、これがめっちゃいいなみたいな思った。ミックスも多々ありすぎるからな。めっちゃさ、乙女心赤マリンってさ、なんかファンの人もさ疲れない？その盛り上がりすぎて。委員長だよ。ジュリちゃん休憩曲が好きよね。いや、なんかその方がさ顔も作れるしさ、なんか好きなんよ。たまたまってのもあるかもしれないけど。明るいですね。ライト使ってる？使ってる。あの自粛期間にめっちゃ三脚とかライトとか、あの照明買ってて、なんかもったいないなと思ってたら今使う時が来た。コメント飛ばされた、ごめん。ちょっと飛ばしちゃうかも。何の委員長？なんだっけ、美化委員会。学校にメイクしていかないよ。中学生はしていかない。高校生になったらしていく予定だけど、していく予定だから、高校生はあのメイク OK の、 あの学校に行きたい。めっちゃ広告流れてた。アクアソニック。いつもこの煽り、あの裏返るから。最近やってないけど。昨日の制服はジュリ髪った。ジュリ制服似合うんだよね。わかる。放送委員長でアクアの記憶を流せばいいのに。普通にね、なんか委員会に入らなくても、放送の委員会に入らなくても、なんか CD を渡したら流してくれるらしいんだけど、さすがにそこまでね、なんかジュリも勇気はないよ。だってさ、1学年にさ140人ぐらいいるんだよ。だから3年、だから320くらい、わかんない。いや違う、210人？え、待って。今なんて言った？一学年に130人？違くない？一学年に140人。だから、140+140+140 で、28、38、42。420人ぐらいいるから、そこの中で流すのはちょっと難しいじゃん。あのちょっとそこまでジュリも陽キャではないから難しいですね。メイクダメだけどこっそりしてってる。まあいいんじゃない。でもうちね、あのライブの後の今日とか、昨日ライブだったんだけど、今日とかめちゃくちゃね、あのラメとかが落ちなくて、友達に「え、メイクしてる？」ってめっちゃ言われた。言われたっていうか毎日言われる。全然取れないんだよねラメ。じいちゃんメイクしなくても可愛い、ありがとう。すげえナチュラルにブリックポーズになるのウケる。ここにさ、あのあれがあるんだよね、机があるからさ、こうやってなっちゃう。中学校メイクダメなんだ、可愛いからしなくても大丈夫じゃない？うん、別にする予定はないよ。でもちょっとしたい時もあるじゃん、なんか大事なイベントの時とか。さすがにさ、体育祭とかはちょっとしたいなって思うけど、したことはない。アイドルメイクは濃いから仕方ないよね。そう、仕方ない。ラメとかつけがちだから。 CD420 枚下駄箱に置いとくしか。確かにみんなのところに置いとくか。こんばんは。ちょっと待って、全然読んでなかった。オフサイドさん、なんかこういうやつありがとう。昨日会いに来てくれてありがとう。ヤーナイさんありがとう、いっぱいハート。ショー SHO さんありがとうございます。リセさんのソフトクリームありがとうございます。キノクリの山田さん、クローバーありがとうございます。ミアリーいっぱいハートありがとうございます。ちゃんと忘れないで見てくれて嬉しいです。今日の収穫も S 字で来るんだね。そう、最近ずっと学校これで行ってる。楽だよね、楽だよねとか言って、わかんない。
ジュリちゃん可愛すぎて学校で一人だけ事件おかしそう。え、そんなことないんだよね別に。まあ、正直言うとなんか可愛いとかたまには言われるんですけど、なんか多分みんなが思ってるほどね言われない。え、何このさ、なんかみんなのさコメントじゃない方のさ、なんかコメントみたいなところにさ、あのみんなのそのキャラクターみたいなさいるじゃん。そのところでさ、なんか数数えてる人はどういうこと？これは本当に打ってるの？それともなんか機械が勝手になってるの？どういうこと？ずっとこれ知りたかったんだけど。うちの近所の中学3学年で100人くらいしかいないよ。マジ？でもそこのあれによるよね。うちだって今ジュリの学年は4クラスだけど、ジュリ今3年生なんだけど、1年生と2年生5クラスあるもん。やばくない？なんか少子高齢化の逆じゃない？合ってる今の。カウントだよ。カウントはコメントに表示されない。なんでカウントしてるの？カウントは50コメントまでポイントになる。あ、カウントするとポイントになるの？コメント数もポイント加算だから。そうなの？え、じゃあみんな早くコメントしていっぱい。頑張って読む。めっちゃクラス多いな、本当に。それな、しかも一クラス40人ぐらいいるからさ。いや、それはもった38人とか9人とか。そうなんだね、ありがとう。カウント50もポイントになるんだよ。知らなかった、マジで。ありがとう、みんな教えてくれて。私学校一緒だったら毎日可愛いねって言いに行く。え、言いに来て。ジルちゃんがいるからみんなやってきたんだよ。どういうこと？数字はコメントにあれされないんだ。なるほどね。ありがとう、みんなカウント。一枠50コメントまでだから50カウントと呼ぶ。あ、じゃあ100とかできないみたいな。3桁いけないんだ。うん、間違えた。51とかいけないんだ。数字だとコメント欄に表示されないから邪魔にならない。確かに、確かに。ここになんかめっちゃ数字あったら読みにくいもんね。たくさんコメント読んでね。読む。イベント頑張ってありがとう。東京は意外とクラス少ないよ。そうなんだ、そうなんだ。でも東京になんか家在宅してる人ってあんまいなくない？そんなことないわ、そんなことないわ、間違えた。通りすがりのものですが、とりあえず50カウントしました。ありがとう、嬉しい。あ、58とかやったらこっちに来るってことか。なるほどね、なるほどね。ありがとう、50やってくれる人。いけるけど50を超えたら加算されない。なるほどね。電車だから星とカウントだけしとく。コメントもよろしく。立ってたら忙しいか。得意科目は理科数学でも、あの得意なのはそれだけど、あの授業が楽しいのは理科と、ごめん、あ、音楽も得意は、あと国語は苦手、あと英語も、英語の授業はあんまり好きじゃない、なんかつまんない全然。家庭科めっちゃ好きだし得意。国語と英語と体育は焼けるから嫌い。ジュリー今ね焼けないようにね、あの真夏なのにアイドルシーンで長袖長ズボンでいるんだけど、別にそんなジュリー寒がりだから暑くないんだけど、めっちゃ先生に注意される。お、あと1位まで46万7846だって。結構遠くない？やだ。そう、理系なんだよね。日焼けしやすい方、しかもジグロだからもうなんか終わりなんだよね。
ょっと読むね。富樫さんハートいっぱいありがとうございます。だししょうさんありがとうございます。パバクちゃんありがとうございます。ゆうさんありがとうございます。どのゆうさんだろう。とのさんありがとうございます。バクちゃんありがとうございます。富樫さんだるまありがとうございます。ヒロロンさんありがとうございます。昨日もペンライトいっぱいありがとうございます。かわいいありがとう。富樫さんだるま100やば、100なんかできるの。ありがとうございます。ネギネギさんありがとうございます。みやびちゃん推しありがとうございます。かわいい。リュウさんありがとうございます。かわいいかわいいかわいい。46万、もうそんな差がね。びっくりした。でもさっき50万だったよね。だから地道にって感じ。ありがとうみんな。長袖自分も推しとるよ。だよね。だから大丈夫。でもさ、ジャージだとさ、半袖に長袖なのよ。あの半袖の体操着にジャージなのよ。だからめちゃくちゃ暑いんだよね。でも日焼け止めの、あ、日焼けのためなら全然思わない。逆になんか焼けてるって感じしたらもっとやだし。キュート、 Tell me your name。 My name is ジュリー。双葉、双ジュリー双葉。トモハに英語を教えてもらいたい。え、本当にそれな。うちだからたまにトモハちゃんと英語で話すの。でもなんか全然なんか伝わってないっぽくて、なんかめっちゃ笑われる。泣いた。難しいんだよね、あの発音が良すぎて、トモハちゃんの。だからなんかハルフェルシャーって言われてもさ、なんか全然伝わんないんだよこっちには。ちょっとだからもっと頑張りたいと思うむしろ日焼けしたいのに家ばっかいるから焼けない。何その羨ましい悩み。ジュリもそんなこと言ってみたい。 MC 始まったよ。ジュリ推しのユウだよ。ありがとう。ショールーム初めてすぎて何も分かってない。それな、ジュリもあんま分かんないから。そろ焦らず地道にね。そうだね。一放送目でこんなに差が縮まってるんだから1位も目指せそうやね。ね、頑張る頑張るじゃない、みんなお願いします。数年前両腕がひどい焼き方してから長袖。あー、なんかあれ思い出した。あの乙女心アクアマリンのさ、プールで踊ったさ MV あるじゃん。あの時なんかめっちゃプールがなんか放置されてるプールで、でスタッフさんがめっちゃ頑張って掃除してくれて、その時にスタッフさんがめちゃくちゃ焼けてた。なんかもう本当に次の日のもう確かライブだったんだけど、ここら辺とかめちゃくちゃなんかね、あの剥けてた皮がめっちゃ痛そうだった。ジュリもあの日のせいでとか言っちゃダメだけど、あの日のにめちゃくちゃ外で踊ったせいでって言っちゃダメだね。踊ったからめっちゃ焼けてほくろできた、ここに。泣いた。アイドル意識高いでしょ。英語難しい。末やらない、コロナだからかな。30分経過、早くない？意外と。ネイティブって何？何のライブ流してるの？あの無観客ライブのさ10ヶ月前だって。ジュリがめっちゃ幼いんだけど。ロングだよ、ロングロング。かわいい。双葉って名字の人を見たのがジュリリンが生まれて初めてだよ。え、ジュリも双葉って見たことない。そろそろ、あ、見たことあるわ、アイドルさんでいたわ。そろそろジュリ推しになりたい。かっこ小声、かっこ小声だったら多分ならないね。ジュリちゃんはショールーム詳しいイメージ。あのなんかウェブサイトじゃない、間違えた英語のさやつやりすぎてさ、学校で今ウェブサイトって習ってんの。出ちゃった。そのインターネット関係はめっちゃスマホいじってるから詳しいけど、ショールームは全然やらない。
今年は野外フェス見たいけど日焼けのジレンマある。ジレンマって何？アイスジュリの配信中にポイントの付け方ツイートするの受けるしてた？ちょっとわかんない。こけて泣いた子いたな。え、そうなの？ちょっとわかんない。ピエンピエン。ちょっと待って、どこまで読んだ。リュウさんありがとうございます。ユタカさんだるまいっぱいありがとうございます。みずちさん、ハートありがとうございます。久しぶりにありがとうございます。ゆういちさん、ソフトクリームありがとうございます。また会いに来てね。みやりんさん、ハートいっぱいありがとうございます。たかさん、花束ありがとうございます。昨日会えて嬉しかったです。だしおさんありがとうございます。むっくんだるまありがとうございます。だしおさん、だるまありがとうございます。といさんだるまありがとうございます。はじめまして。ジレンマイコール板挟み。板挟みって何？なんか今出てきたよね。そういうことか。うちこっち見てなかった。こっちにあーってやればいいのか。ん、宮内凛ちゃんになりたい。ありがとう、代用していってくれて。ちょっとそのコメントを固定したい。すごい1000人いってる。1000人ありがとうございます。ありがとうみんな。あと457,096らしいです。みんなありがとう。全力受領し、かっこ大声。ありがとう、大声は嬉しい。ジレンマ。ちょっと今からさ、ちょっとだけでいいからさ、みんなさ、英語でなんか送ってくれない？ちょっと、勉強がてら。特典会でいまだにジュリちゃん以外しか、ジュリちゃんしか行ったことないんだよ。ありがとう、嬉しい。意外フェスできればいいな。ね、できればいいね。いや、野外結構好きなんだよね。焼けなければ密かに好きなのはジュリちゃんです。密かなんかい。変なところを知った、恥ずかしい。どういうこと？これから毎日アクアのショールーム楽しみ。ジュリも楽しみ。できれば見る。1時間配信だいたいだから、確実に1時間ではないけどみたいな。ジュリ推しだからさ、宮内凛しか勝たんって なるよね。どういうこと？あ、同じってこと？どういうこと？さすがだね。なんか言ったっけ？ホワイト。待ってね、ちょっとなんかさ、外国人の方のさ、配信になってるんだけど、ここら辺がもう全部なんか英語。みんなありがとう。ホワイト。ホワイトは白。ジュリかわいい。よー。もうそれさ、ローマ字なんよ。キュート。かわいい。ありがとう。ジュリーリン。ありがとう。ロングタイムのシー、あなたを長い間見てないみたいな。イングリッシュ英語かわいすぎんか。ありがとう。ドンチュン、あなたじゃない。え、ドンチュンってあなたじゃないってことなの？なんであなたじゃない？ちょっとわかんない。 I love you、 愛してる。ありがとう。アクアマリン、それローマ字じゃない？ハロー、ヘロー、ドンチュン、メイ、5月。ジャニアリ、フェブアリ、マーチ、エイプリル、ジューン、ジュライ。なんとか、オーガストみたいな。待って。ジャニアリ、フェブアリ、マーチ、エイプリル、ジューン、ジュライ。オーガスト、セプテンバー、ノーベンバー。なんとかディセンバー。あー、わかんない。1個なんか忘れたんだよね。1個いつも忘れちゃうんだよ。やばい。This is a pen. これはペンです。Can you speak Japanese? Yes, I can. Yes, I can. I can't speak English well. ジュリー、好きだよ。ありがとう。Thank you. Hello. シンガポール人だから、English no problem. English は問題ない。よ。
アレミスンシネ、わかんない、なん You, あ You are my すしねって何間が空いてなくてわかんない。アコールス、わかんない。ハッピー、幸せ。 Why don't you join us? ジョインってなんだっけ、なぜあなたは私たち、ジョインって何、待って、やばいやばいやばい、しびれたしびれた、感覚ない感覚ない。Beautiful、 美しい、ありがとう。 Very beautiful、 とても美しい、ありがとう。焼肉食べたい、ありがとう。ジルも食べたい。え、でも焼肉ね、なんかね、噛み切れるやつなら好きなんだけど、噛み切れないの嫌なんだよね。あ、サンシャインか、サンシャイン、ごめん。こんばんは、同じ名前ですね。本当だ、ジュリさんこんにちは。ジュリって可愛いよね、ジュリは気に入ってる。 The cutest girl in the world、 この世界には可愛い女の子がいるみたいな、 So cute、 とても可愛いみたいな、ありがとう。 You are the most lovely girl in the world、 この世界であなたは一番可愛い、一番愛してる、あなたを一番愛してる女の子みたいな。アイスクリーム、アイスクリームはアイスクリーム。お疲れ様です、ありがとう。初見さん、私日本人です、私も日本人です、私日本語わからないです、私も日本語わからないです。ペン、パイナップル、アポペン、懐かしい。ハロー、 What is your favorite food? My favorite food、 待って、めっちゃしびれてる、死ぬ。 My favorite food is natto、 Pretty maids、 かわいいは作れるみたいな。ちょっと待って、読むね、読むじゃない、呼ぶ、呼ぶだけ。待って、どこまで読んだか忘れた。え、待って、本当にわかんない、どこまで読んだか。トイさんありがとうございます、トガシさんありがとうございます、ムックンさんありがとう、あ、ムックンありがとうございます、キノクリの山田ありがとうございます、トイさんありがとうございます、タカシさん花束ありがとうございます、ヤナイさんソフトクリームありがとうございます、トイさんだるまめっちゃありがとうございます、サカッチさん星ありがとうございます、トガシさんソフトクリームありがとうございます、アスなんて読むのかわからないけど英語の方、ハートいっぱいありがとうございます、キノクリの山田さんバラありがとうございます、タカシーさん星ありがとうございます。ちょっと早口でごめんなさい。 I can't speak Japanese、 ね、コンマがないよ、コンマ、これあの三角になるよ。 Have you ever been in Osaka? I have not、 I have never been to Osaka、I want to go to Osaka。 合ってるかな。 I wanna massage your legs。 全然わかんない。 Julie have many fans。 おお、 Julie はたくさんのファンを持っている。 I want to eat sushi。 なんか H じゃなくない、 I じゃない、しかもコンマがないよ。 Me too。 あー、寿司、I don't like sushi、 I like sushi but I like natto。 I'll definitely go to marry。 わかんない、ちょっと難しいですね。今現在完了形、今日習った。 No account no life、 Me too、 natto、 natto、 I want to go see you、おお、ぜひってなんて言うの、 Thank you、 You can see me。 おお、縮まってきたぜ。こんばんは、はじめまして、今度特典会であったらよろしくお願いします、よろしくお願いします。
40分経過、やばい、やばくはない。クレッシェンドの2番の A メロ好き。あそこさめちゃくちゃ長くて、めちゃくちゃ息する場所が難しいし、ちょっと息切れしにかける、うん、息切れする。上手、嬉しい。ジャンピン、ジャンピン、お、ジャンピン好きなの。ジャパニーズ、 I want to eat Julie。 おっと食べられちゃうの。 You are cute, thank you, I'll go to Julie's group next month。 おー、 next month 7、ジャニアリー、あ、もうわかんない。待ってますっていうのはなんて言うんだろう。 I am hungry。 おー、 I'm not hungry, I'm happy, I'm happy。 TDL って何？誕生日大好き OL 待って、間違えた、 OL じゃないし。恋心クレッシェンド、恋心クレッシェンド Now Listen Dream Note、 ドリームノートやりたい、めっちゃ。英語わからない、わかりません。 You are kidding、 はははは、 kidding ってなんだっけ、あれだよね、イング系だからブレス入れにくいのかな。いや、ブレスは入れられる、間違えた、ブレスは入れられるんだけど、その長すぎて息切れする。受験が心配。心配しないで、話すの苦手だけど文法は普通にできるからきっと。いや、そんなことないわ。 Are you sleepy? あー、リターあ、yes、 ちょっと yes ちょっと リトルって言うんだっけ、なんだっけ、ラブサマー。おー、ラブサマー me too。 あ、待って、ラブサマー me too ってよくない、ラブサマーって YouTube いないんですね。え、なくなったんだっけ、なんか前あったよね。今あの夏に Now、 あの夏に Now listen。 あ、東京ディズニーランドね。 I cannot is the only way to win。 え、わかんない、なんか全部わかる単語なのにわかんない。かわいい、ありがとう。 I'm waiting、 あ、wait だからか。 I'm waiting、 My favorite song is Aquasonic。おお、最初前ってさ大文字じゃない文章の場合。 My favorite song is 愛だよね、 Love。 You must come, it will be fun。 あなたは来なければいけない、ファンのところにみたいな。ちょっとイエス。キャンディーアゴーゴー。ディセンバー。あ、マイバースデイイズディセンバー14。え、よく知ってたね。ありがとう。嬉しい。When I was a child, I ate chocolate, but I like chocolate now.待って、13歳。待って、今14歳だよね。14歳ってなんて言うんだっけ、14 now。 I'm younger, I am a rice ball。 私はおにぎり。 I have salmon inside。 サーモンのおにぎりってこと。 アクアノート is the best girls group ever。 今までにアクアノートは一番女の子育つみたいなわかんない。あざといポーズ please me。 USJ go、 USJ、 I have never been to USJ。 英語わかりません、助けてジュリ様。ジュリもわかんない。あの夏には悲しいんですけど、なんか悲しい曲だけどさ、めっちゃ好きなんだけど。
アカーノート is best grows in grow up in the world。 あーちょっとわかる、ちょっとわかるよ。 And Julie the cutest girl。 ありがとう。 14 years old。 そう、イヤーズオールドだった。 14だよね。 What is your dinner today? I don't know。でもさ、あの普通にさちょっと喋れるくない？ちょっと喋れるからもういいんだと思う。 In that summer I don't like summer。 Akanoto is the best in Japanese girls grow up。 Grow up って育つってことだっけ？あ、グループか。最悪、めっちゃ間違えてた。グループか、ガールズグループか。なんかグローがさ、なんか育つみたいな。ジュリちゃん割と英語やばそうね。やばい、そんなこと言わないで。でもあの文法をちゃんと言えば分かるんだけど、こうやってなんかバラバラに来たら分かんないです。 Have you ever been in 九州？九州？ I have never been in 九州。 been to 実際単語で結構いけるよね、会話なら。だよね、ジュリもそう思う。あ、待って、読まないと。めっちゃ名前長い。コハルンバニラ猫さんから食べてありがとうございます。初めましてかな。ムックンさん可愛い、ありがとうございます。トガシさん可愛い、ありがとうございます。キノクリの山田さん、だるま、ありがとうございます。トノさん、トノ様可愛い、ありがとうございます。てっちゃん星、ありがとうございます。僕は走り続けてる。愛だよね、愛だよねって英語でなんて言うんだろう。ラブ、ラブ、ラブ、ガールズグループ、アイラブ、アイラブガールズグループ、ユーラブ、ユーライクガールズグループ、エヴァを文末でつけると史上最強、最高のとか強調の意味合いになる。そうなんだ、エヴァって今までにだけだと思ってた。ジュリは勉強できなくても可愛いから大丈夫って俺の姉ちゃんが言ってた。知らんけどお姉ちゃんが言ってたのかい。じゃあいいやラブだよね。いや14でこれだけできりゃ大したもの。でも中3でこれって結構やばい気がしてきた。でもなんか中3の文法だけを喋ったらもう少しいけるよ。だから How will the weather be tomorrow? とか Is this file used by me? とか When I was a child とかIf とか If it will be sunny tomorrow I will go shopping。 サビだと Is this love じゃない。あ、Is this love。正味英語使う機会あんまないから大丈夫。でも面接とかで使いたいじゃん。なんか私英語ペラペラですとか言ってさ、 My name is Julie とかめっちゃ言いたくない？ I forgot English。 忘れたってことだっけ。 Forgot。 ぶっつけでこれだけ読めて略せれば十分だよね。きっとそうだよ。アカノート海外進出ワクワク。出川イングリッシュってさ正直使えるよね。正直出川イングリッシュできれば全部いけるよ。This is love, isn't it? This is love, isn't it? エストプラスエヴァ最上級今まで。あー、エストとエヴァがあればいいのか。あと10分だから日本語に戻す。そうだね、もういいよ。みんなありがとう。英語はもう終わり。
英語は心理戦です。え、うちめ、あ、間違えた、面接ね、面接やったことない。英語でライブの MC 練習してみ、無理です、無理です。皆さんこんにちは、皆さんこんにちは、皆さんハロー、ハロー、皆さん、ガイ、ガイズ、デガイングリッシュ、ランキング行きたいと思います。5位からかな、何位から言うんだろう。その前に翔さん、ありがとうございます。星翔、昨日来てくれた人かな、ありがとう。よっちゃん、ありがとうございます。ソフトクリーム、木の国の山田さん、だるま、ありがとうございます。戸賀さん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。だしおさん、だるま、ありがとうございます。やーないさん、ソフトクリーム、ありがとうございます。木の国の山田さん、だるま、ありがとうございます。いっぱいありがとう。13位から言うのか、13位から、13位から名前を呼んでいく感じかな。ちょっと、ちょっと、ま、ちょっと待って、一瞬今止まったよね、大丈夫。え、5位からってなんか、え、5位じゃないの、13位から。待って、どうしよう、何位でもいいよ。え、これ間違えたら嫌なんだけど、13位からなの。え、ねえ待って、今止まってる、ねえ今止まってる、じゃあ13位からやりたいと思います。13位、トノさん、ありがとうございます。12位、ゆういちさん、ありがとうございます。11位、きのくにの山田さん、ありがとうございます。10位、まこちゃん、ありがとうございます。9位、てっちゃん、ありがとうございます。8位、ばくちゃん、ありがとうございます。7位、くろさん、ありがとうございます。6位、にいけっち、ありがとうございます。5位、さぶろうさん、ありがとうございます。4位、オフサイドさん、ありがとうございます。3位、やーないさん、ありがとうございます。2位、ギリギリさん、ありがとうございます。トガシさん、あ、1位、トガシさん、ありがとうございます。レベルアップとは、とは、壇上にいるから、あ、ここね、ここね、みんなありがとう。絶対1位になりたいので、みんなよろしくね。ちょっと待って、このあとみやびちゃんだよね、このあとみやびちゃんだよね。告知させてください。5月26日にメジャーファーストシングル愛だよねをリリースします。イエーイ。 MV も YouTube に載ってるので、ぜひ、ぜひ見てください。そしてぜひゲットしてください。そしてワンマンライブが、シックスワンマンライブが6月26日に大手町三井ホールにてあり、あるので、ぜひ来てください、お願いします。ハチハチありがとう。この後はみやびちゃんの方配信なので、ぜひ見に来てね。バイバイ、みんなありがとう、見に来てくれて。絶対1位取ろうな、絶対1位取ろうな。この後はみやびちゃんです。ありがとう、みんな、みんなありがとうございました。バイバイ。ねえ取れ、ねえ切れない、切れない、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、切れる。バイバイみんな。あ、待って、スクショタイム、待って、スクショタイムする？すっぴんなんだけど、ちょっとどうしよう。
すっぴんだけど、いい感じにみんな撮ってね、持ってね。はいチーズ、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 うんうん、はうん、うんうんうん、みんなありがとう。みやびちゃんのも連続で見てね。ありがとうございました。バイバーイ。